はい、お待たせいたしました。えー、続きまして、えー、マーケット2%となりますで。すいません、ちょっと臨時で、えー、司会交代しておりまして、えー、少しだけちょっと私、いる間が司会をさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、えー、このマーケットですが、なんと解説がいらっしゃいます。いる間です。よろしくお願いします。はい <laughs> はいえー、っとまあ解説をやらせていただきますが、えー、このまあマーケットについてまずね、えー、簡単にお話をさせていただきますはいで、えー、このマーケットというゲームですがえー、っと2011年の3月3日に発売しました、えー、3D アクションパズルゲームとなっております、えー、開発元がグレースフルデッコイさんリケイさんですね で、えー、発売元が、えー、アンナ・パルマ・インタラクティブさんですね。はい。で、対応機種が、えプレイステーション4、プレイステーション5、そして、スチームという形です。で、まあ、このゲーム何なのかっていうところなんですけども <laughs>、えーと、まあ、3D アクションパズルというところもあって、えー、まあ、かなりパズル要素があります。で、世界観というよりは、どういう世界になってるかっていうと、 まあ言うなればマトーシカみたいな、えー、世界です同じ世界が内にも外にも広がっているっていう感じのゲームですね。はい、なんでそれをうまく使ってこうギミックを研いでいくっていうちょっとね頭がちょっと混乱しそうな感じになりますが、えーまあ、そこでねいろいろと研いでいくっていうところがまあ基本の動きとなります。 なので、まあ、トリ漁シかなんで、そのいろんなこう持てるオブジェクトなんかもあるんですけども、そうですね、入れ子構造ですね。なんで、その自分がつかめるサイズにあるものを、例えばその自分よりちっちゃいところの入れ子に入れると、自分の世界では大きくなるんですね。はい、それでね、サイズを変えたりとかね、そういった形での、えー、やり取りなんかもございます。はい、で、えー、と一応ストーリーリ あるんですけどまあ一応そのストーリーとそのパズルの要素はまあ絡んでいるところあるんですがまあ一応切り離して考えてしまってもあのまあ問題はないかなってとこですね。はいまあ、ストーリーリはまあちょっと男女の、まあ 生き方と言いますか、まあ、人生と言いますか、の一部をね、まああの、ストーリーが進んでいくような感じです。で今回、エ、え、ニー・パーセントということで、えー、今度、奏者さんの、えー、お話をさせていただくんですが、えー、今回、奏者さんがヒッピーネーターさんですね。エ、え、ニー・パーセント。今回ですが、六、えー、分五十八秒、三二ゼロということで、二位の。 方となっておりますでワールドレコードが6分31秒の790でヤッキーさんですねはいでこのゲームはまあ大きく分けて A2% とまあノースキップっていうのがあるんですけど、まあ、今回のエニパーセン2はまあいわゆる何でもありですねクリアしたら OK でノースキップの方は基本的にグリッチ系が全部禁止されたカテゴリーですねで現在エニパーセン2走者数が25名 で、ノースキップが17名ということで、まあ、発売がその去年の3月ということで、まあもう少しで1年というとこなんですが、えー、かなりね、奏者多いです。そして、日本人走者、います。私です。はい。現在、えっ、ー、と、このマーケットント、えー、日本1位、かつ、えー、世界10位ですね、今。はい。えー、と、なっております。で、なんでお前がいるんだって感じなんですけども、 えー、今回この解説にするにあたって、えー、動画を見たら結構楽しそうだなと思ってやったら結構ハマりまして <laughs> でまあ今回解説するにあたってディスコードとか参加したら今回の奏者さんの、まあ、ヒッピネーターさんにもう何でも聞いてくれ教えてあげるよって言われたんで、えー、片っ端から、えー、ある程度の技術を、えー、教えてもらいまして <laughs> その結果結構いい記録が出せるように なりました、はい、ちょっとねこのイベント終わった後ももう少しタイム縮めていこうかなと思っております。まあ、というところで今回、えー、この解説にあたっては奏、えー、者のヒッピーネーターさん含めまして、えー、マーケットスピードランの、えー、ディスコードコミュニティの皆さんに多大なる協力を頂、えー、い,いております。えー、この場を借りりて感謝申しし上げまますありがとうございました、はい ということで、えー、今回、まあ,あの、走者っていうところもあるんで、えー、まあ、一通りテクニックもお話しますが、残念ながらストーリー一切話することはできません。えー、通常プレイだと大体、まあ、4時間、5時間ぐらいあればクリアできるゲームなんですが、えー、先ほどの通り、えー、7分、まあ、遅くても多分、ヒッピーさんだったら、ヒッピーネーターさんだったら、まあ、8分ぐらいでいくんじゃないかなっていうところもあって、あの、ほぼストーリーは、えー、無視されます。そして、 えー、このゲーム先ほどジャンル 3D アクションパズルというお話をさせていただきましたが、えー、このゲームのメインとなるパズル要素は、えー、っと9割9分、えー、ないです。はい、なので、えー、っとそのあたりね、えー、気をつけてください。 なんで、このゲームやりたいなと思ったら、この RT 見てもあの内容全然わかんないんで、あの新しい気持ちでやれると思います。はい <music>、ちょっと待ってくださいね。<music> はい。なんで、あのー。まあ、実際。 そうですねえー、っと通常プレイはかなりあの先ほどのマト的ーシカ構造を使った面白いギミックがあるんですけども、まあ、この RT そのギミックそのものがもうないなかったことになるんでえー、まあそれで分かんないってとこもあるんですが今回の RT 見て、まあ、RT やってみたいなってもし思いましたらえー、っとテクニック僕もねあの全部惜しみなくあのお教えしますんでえー まあ、マーケットの、えー、ディスコードコミュニティに入っていただくか、まあ、直接私に聞いていただいても大丈夫です。はい。ということで、このガーデンズのこの画面の切り替わりのとこからスタートになります。はい、スタートです。グッドラックです。はい。ということで、まずガーデンズですね。はい。 えー、ここもいわゆるプロローグ的なステージで、えー、とこの主人公が男性なんですけども男性が今までにこう振り返りみたいなことをやるんですが、えー、そんな振り返りございませんはい、いきなり壁抜けましたね、はい、もうこの段階で正規ルートを外しました、はい、でここ、えー、と右側にちょっと壁があって、えー、一部だけ壁をさらに抜けることができるんで今後ろに下がることでその壁のところまでいって抜けられるところまで来きました、はい、で今完全にゲームの外にいます はいでえー、ただ、このまま行くと当然あのクリアできないんでえー、一旦途中のところで、えー、もう一回ゲームの方に戻ります。はい、真ん中に木があって周りに道があるようなところですね、この後も見ます。あそこに着陸というか着地します。はいはい、あこのステージはまだマトリョしかじゃないです。ここはあのプロローグなんで あのこの次からが、次からがまと粒子化構造になっています、はい。この辺ももうバグってますね。で、今度、とんでもないことをします。この先に扉を開けるための鍵があるんですが、えー、この鍵でワルシャ飛します。はい空飛びます いや、素晴らしいですね。さすが、カーブがうまい,、はい。ということで終わりです、はい。本当はね、扉を2個開けるっていうチュートリアルがあるんですが、そんなものはない。鍵があったら空を飛べる。完璧ですね。ということで次、マーケットというステージですね。はい。はい、ここでも当然悪いことをします。ここが、いわゆるそのパズル要素としてのチュートリアルになってくるんですけども、えー、っと。 まず、えー、このゲーム、カットシーン、この後入るんですが、スペースキーを押し長,あの長押しで飛ばせるので、今、カットシーン飛ばしました。で、今、その右に赤いでっかいブロックがあるんですけど、それが中にあります。で、これを外に出すと、そのキューブがちっちゃくなる。そして、これが今、えー、分かりやすいバグなんですが、あちょっとあれですね、抜けた OK ですねはい、えーと。このゲーム、えーと、自キャラとオブジェクトが近すぎると、どうも反発力が発生するようで、 あの極限まで近づけると反発されることで自動的に後ろに押し出され続けます。これでね、あの自動移動してます。今、これ、あの操者さんが、えー、と後ろを押して入力してるわけじゃないです。で、この押し出す力で、本来そこの扉も鍵を使って開けないといけないんですが、えー、その扉も、えー、突き抜けてカットシーンのところに踏みました。で、カットシーンをスキップして次にいきます、はい。次、ゲートウェイですね。えっ、ー、と、ここ、あの瞬きしないでください。速攻で終わります。はい ここがねあの自分的に一番面白いステージなんですが、えー、このステージのギミックは、えー、0%です、はい、本来ここ四,四方にある建物の攻略をしていくんですがそんなことは一切しませんこの天井にあるこの針のところに乗ってジャンプすると、えー、なぜかねクリアのトリガーがありますのでクリアです終了、はい、じゃあ次別に行きましょうはいここもね、えー、と4か所、えー、いろいろ攻略しないといけないんですがここもねまばたき 待機するとちょっと目が乾くぐらいの時間です。はい、いいですね、さすが。そういう登れるところを作ってしまったのがもうだめですね。で、ここも今、クリア前のフラグを今踏みました、えーショ。カットシーンをショートカットしたんですけど、切ったんですけども。で、最後、クリア、そこの鐘を触るとクリアです。はい、終わり。はい、ということで、今度はエスケープですね。あと3ステージです、はいで。ここがどうしてもちょっと長くなるステージの1つです。 ただ、えーと、ここも悪いことはします。で本来、このまっすぐ行って赤いところの左右に階段があって、そこを進んでいくと、また、えーと、語りが始まって長い道があるんですけども、そんな語り聞いてられないし、ぐねぐね曲がっちゃうんで、時間がもったいないです。なので、そんなものは聞かということで、横から壁を抜けます。これで完全にそのフラグを潰しました。で、さらに、えー、悪いことに、この今、正面に見える茶色の壁と灰色の壁の間。 ここにね、隙間があるんですこの隙間があることで、えー、このステージが盛大に壊れますはい。よく見てくださいよく見てくださいこの後ね隙間がある方が悪いちゃんとね、隙間を埋めましょうっていうねはい。 ほらほら今、セーブしましたね。ここ、えーと、右側に落ちると奈落に落ちて、えー、やり直しになるんで、今、念のため、えー、本来はセーブしませんけども、セーフティーでセーブしました。この右に落ちると二度と脱出できません。はい、ということで、えー、隙間から行ったんで、ここでまた正規ルートに合流しますでこの先に、えー、赤い玉があるんですね。はい 赤い玉があるんですが、オブジェクトがあるということは何が起こるかわかりますね。あ、ここも念のためセーブしましたね。はい。ーーいきます。オッケーですね。 はいね、オブジェクトがあるということは空が飛べる、はい、ただあの、オブジェクトはいろんな種類があるんですけどもあのそのオブジェクトによって空が飛べたりあの後ろに押し出されたりとかいろいろ効果があるので必ずしもすべてのオブジェクトにおいて空が飛べるわけではございませんでこの先に光の中に入っていくんですがこのまま飛んだ状態で光に入ってしまうとゲームがフリーズソフトロックするので一回着陸してから着地してから必ず、ね、ゴールしないとダメです。はい ということで、スパイラル。えー、ここがね、えー、RTA のテクニック的には一番難しいですね。えーまあ、ちょっと慣れればだいぶ、えー、マシなんですけども、えー、少し、えー、テクニック的に難しいところがあります。ただ、えー、前半に関しては、えー、オブジェクトも何もないので、えー、残念ながらここは普通に歩いていきます。はい、でちょっと時間があるので、このゲーム、えー、日本語対応しています。そして えー、決して Google 翻訳であったりとかそういったものではなく、しっかりとした、えー、丁寧な、えー、作りになっています。で、マップを見ると、今この先にも出るんですが、こうやって文字が出るんですね。で、ここでカーソルを当ててあげると、ちゃんと日本語で下に字幕表示されるんで、あのーうん、これ何言ってるかわかんないよってことにはならないです。必ずあの字幕表示がちゃんとされるんで、えー、そのまあ男女ね、ね、えー マイケルとケンジーという、まあ、2人の男女がいるんですけど、まあ、それらの会話であったりとか、えー、マイケルの,この心の中のまあ言葉、はい、そういった何を考えているかというのも全て日本語でわかります、はい、でこのゲーム、えー、RTE をするにあたって、えー、推奨は Steam か PlayStation5 です。に関しては えー、このグリッジが安定しないところがあるそうなので、できればプレイステーション5かスチ、えーム、まあ、版で行ってください。一、は、応、い、できなくはないそうなんですけども、えー、確か走ってる人はいなかったかなと思います。はい、ただ、プレイステーション5で上位勢もいるので、そこは大丈夫です。はい、ここまた、ね、オブジェクトがあるということは、何が起こるかというと、ね、空を飛びますと。はい はい、でこの先、ちょっとね難しいテクニック、唯一ここで使う一つだけのテクニックがあるんですけども、えー、そこがねあのかなり慣れないと、えー、うまくいかないです。はい、ちょうど自分も、まあ、この 8分38秒という記録、世界10位の記録を、まあ、昨日出したんですけども、まあ、それをやるにあたって、ここの練習をその前に、えー、と4時間ぐらいずっとここだけやり続けてました。はい、やっと、やっと分かったって感じですね。はい、ここ、えー、本当はこの地面の下にクリアトリガーがあります。はい、なので、地面の下にあるんだったら、地面の下に行けばいいじゃないってことで、あ、失敗。ここが難しいんです。ここ一発成功しないと,、えー、とタイム出せないんですけども、あ、だめですね。 そうここがね、一番難しいです。OK ですね、抜けましたね、はい。ただ、ここ、落ちる場所を間違えると、また奈落の底に来ます。はい、クリアフラグが踏めるゾーンが一部だけあるんで、えー、それがね、難しいところ。はい、今度、もう最終ステージエクスチェンジです。はい、ここ、えーと、模型、これがね、ョーシカの一番ちっちゃいところなんですけども、それを動かすことができますま。いわゆる自分がいるところそのものを動かすことができるということは、 でそして今その上に置こうとしてるとこがクリアの2つ前のフラグがあるところです。そしてこの建物には穴があります。ということはこの穴に入って、ね、この2つ前のフラグを踏んでしまえばいい。うん、それだけですねはい、はい。もうすぐ終わります。この後すぐ終わります。でこれを置いてショートカットしてはい、GG です。8分56秒。いやー、一発勝負でよくやりますね。<laughs> 本当にすごいな。 <laughs> 一発で56秒は出せんな <laughs>、はい。ということで、えー、マーケット2は、ね、以上となりますはい何が起こったのかわからないし多分、ね、マトリョーシカって言ったところはね赤いブロックぐらいのところしかやってないんでえお前嘘ついてんじゃんって思うかもしれないんですけども必ずゲームをやってもらえれば私がなぜこのゲームをマトョーシカとか言ったかっていうのがわかると思います。<laughs> いやーねパズルパズル要素たくさんでしたねはいなんでどういうストーリーだったのかであったりとか実際にどんなパズルがあったかについては実際にやってみてくださいパズルはね非常に僕好きですねはいパズル着がまあそもそも好きだっていうところあるんですけども、はい、非常にね、えー、楽しいゲームですはいでそれでねあのこんだけぶっ壊せるゲーム r t してみたいなっていうことであれば、えー、一と声おかけください はいということで、えー、臨時の解説させていただきあ、臨時の司会プラス解説をさせていただきました。えー、と一応私の今回 ESA の、えー、出番としてはこれで、えー、終わりです、えー。ということで、えーと、最後にこのイベント外のちょっと、えー、アナウンスをさせてください。す、え、で、ー、にもう何名,の何名かの方がお話しされてますが、えー、と来週ですかね、もう。 えに開催されます、えっと、バカゲーオンラインですねあ、バカゲースピードランの方ですね、に私もあのバックアップなんですが、えー、モンタローレで、えー、採用されてます。なので、もしね、バックアップ枠で、えー、入ることができましたら、えーね、モンタロウという芝居の皆さん楽しんでください。はい。以上でございます。はい。では、えー、以上。 えー、マーケット2%割、えー、りとさせていただきます。えー、司会も、えー、おそらくこれで交代となりますので、えー、一旦、えー、準備入りますので少々お待ちください。<music>